視聴ありがとうございます。トロピオツカです。じゃあ MTG ベストカード5選、まあ、今回は黒ということで、まあ、今回のね人気と強さを加味しつつ、まあ、独断と偏見で選んでいきたいと思います。黒というと、まあ、まさに死とか、まあ、あとは相手クリーチャー殺したりとか、あと夜のイメージが強いような、まあ、結構もうまさに悪役っていう感じの色なんで、そんなイメージがある黒なんですけれども、さあベストカード5選早速紹介していきましょう。まず最初にご紹介するのは悪魔の矜持者。まあ、このカードは2マナでデッキから好きなカードを手札に持ってくることができるカード。何の制限もありません。もう何でもかんでも好きなカード1枚持ってくることができてしまいます。攻撃したければクリーチャーを、脅威に対処したければ除去、相手の勝ち手段を潰すならカウンターをと思いのまま、しかもデメリットは一切ありません。まあ、これがねデッキに4枚入っていればどんな制限カードで実質デッキに5枚入っているようなもの。全てのデッキはねこのカードをフル投入するところから始まってしまうでしょう。まあもちろんそんなことは許されるはずもなく、まあ、レガシーでは禁止カードに指定されています。さあ続いては妖具モスノイシ。まあ、ウィザーズのカードデザイナーとして有名なマーク・ローズ・ウォーターも最大の過ちと言わしめた、まあ、マジック史上最強と名高い一番ですね。まあ、一旦限定ではあるんですけれども、まあ、墓地のカード全てを再利用できるという超ド派手な効果、なんとたった3マナへ使えてしまいます。一旦に何度も呪文を唱えることで効果が増大するストーム呪文とも相性は抜群、まあもちろんレガシーの禁止カードになっています。さあ続いてはグリセルブランド。8マナ7マナそしてライフを7つ払えば7ドローと、まあ、8マナからなんて多すぎると思うかもしれないんですけれども、まあもちろん正規の手段で場に出ることはほとんどありません。実物提示教育とか、まあ、再活性など、まあ、様々なコストを踏み倒す手段を持って場に出てくると、そしてライフさえ支払えばセブンドローという膨大なアドバンテージを獲得して、まあ、次なる勝ち手段を探したり、まあ、カウンターを構えたりということも可能になります。効果やサイズも反則レベルのクリーチャーではありますが、モナンやレガシでも使えることもあり、まあ、人気も高いカードとなっています。昔やってた皆さんはヨーグモスの取引っていうカードを思い出したんじゃないでしょうか。まあ、あのピットサイクルとかは当時を席巻したコンボでしたよね。そんなヨーグモスの取引を内蔵したクリーチャーと言っても過言ではないグリセルブランドなんですけども、まあ、本拠はレガシー禁止なのに生物だとなぜ OK なんでしょうか。まあ、ちなみにこれだけ強力なクリーチャーなんですけれどもストーリー上では登場してからすぐにあっけなくやられてしまいます。さあ続いては暗黒の儀式。昔の黒といったらもうこのカードみたいな、まあ、当時のプレイヤーだったら本当誰でもが使ったことあるんじゃないかって思うぐらいの人気のあるカードです。まあ、マジックのダークなイメージにぴったりなカードで、まあ、序盤からマナウサをつけて強力なカードを叩きつけるのはまさに、まあ、黒の醍醐味と言えるものでした。相手が1マナ分の行動しかできないにこっちはその3倍のマナ分の行動ができると、まあ、そう考えたらあまりマジックを知らない人にも強さは伝わるんじゃないでしょうか。特に黒には3マナ域に強力なカードが多くて、まあ、暗黒の儀式からの枠乱の資料はもう黒いデッキのお約束というか定番中の定番の動き、まあ、通称 A 定食なんて呼ばれていました。まあ、その他さっき紹介したヨーグモスの意志や、まあ、ネクロポーテースなんかも3マナで、まあ、1ターン目に禁止レベルのカードをバシバシと唱えられたのがまさに昔のマジックって感じですよね。今も昔も人気強さともに色褪せないカードです。そして黒のベストカード5選、最後を飾るのはこの闇の腹心。このカードはインビテーショナルカードといって、まあ、ある大会で優勝した人がカードの効果をデザインできるというイベントで作られたカードです。イラストのモデルになった人の名前からボブなんて呼ばれますね。そんな闇の腹心ですが、毎ターンデッキトップのカードをめくって手札に加える代わりに、まあ、そのマナコスト分だけライフを失ってしまうというか、まあ、そんなことしてたらライフがすぐになくなってしまうんじゃないのかと思うかもしれないんですけれども、まあ、レガシーやヴィンテージになると採用しているカードのマナコストも結構低めなので、とてつもないスピードでライフが削れていくということもありません。土地ならライフを失わないので、ボブで土地がめくれたら宇宙なんて名言もあるぐらいです。まあ、いるだけでアドバンテージをずっともたらしてくれますし、まあ、相手を攻撃できるクリーチャーでもある、まあ、対戦相手にしてみたら、まあ、いち早く除去しなければならないクリーチャーなんじゃないかなと思います。まあ、モダンからヴィンテージまで幅広く活躍している黒の2マナ生物最強がまさにこのカードなんですね。黒のベストカード5選いかがでしたでしょうか。もちろんね、またこのカード入ってないやみたいなのがあると思うので、よろしければそちらの方ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。
というわけで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。